けじゃダメですか。すごいっすね、やっぱり。例年、スイスのベルベー地方で行われる音楽祭、庄司沙耶香が招かれるのは今年で4回目になる。耳の肥えたヨーロッパの音楽ファンと世界に知られる超一流の音楽家たちが織りなす17日間のフェスティバルだ。庄司のステージは3つ、室内楽が2つと彼女自身のリサイタル。パンフレットの大きな写真が期待の高さを物語っていた。ほとんどの場合、公演先へは一人旅。ずっとこういう天気だといいんです、ね、この日、室内楽のリハーサルを前にしてちょっとしたアクシデントがあった。車とかあります？あ、いいですよ、連れてってもらえますか？どうぞ。すいません。大切なものをホテルの部屋に忘れてきたという。そうそうたる共演者たちを待たせるわけにはいかない。少しだけ焦っているように見えた。手にしていたのは楽譜だった。水瓶座の B 型、そそっかしい一面もあるのかもしれない。室内楽では演奏者同士のコミュニケーションがハーモニーの出来不出来を左右する。ここって言ってた。ギリギリ開始時間に間に合った。顔ぶれはいずれ劣らぬ著名な演奏家ばかり。庄司はその中で最年少だった。才能と才能はあっという間に感じ合い響き合う。I heard your playing already here in Verbier first time 2-3 years ago. I don't remember when it was exactly, and I was incredibly impressed. Elle a tout, à la fois le sérieux, l'ouverture d'esprit. Évidemment, du point de vue violon et musical, c'est exceptionnel. 初めてこのフェスティバルに招かれたのが17歳の時。世界の天才たちとはもうすっかり顔なじみになっている。乾杯、乾杯。巨匠と呼ばれる音楽家たちからも彼女は愛されているようだ。海外生活が長い庄司はドイツ語、フランス語など6カ国語を使いこなす。どっちでもいい。久しぶりに会ったのはロシア人のチェリスト。どっちでもいい。もう今一番の親友です。庄司は一番の親友のリハーサルに付き合った。二人は初めて会った時すぐに通じ合うものを感じたそうだ。卓越した技術と技術だけでは決して到達できない高み。
選ばれた者にしかわからないものがある。豪華メンバーと共演するあの室内楽が本番を迎えた。至福の音を求めて多くのファンが集まってくる。湧き上がる喝采が演奏の素晴らしさを物語っていた。すごく楽しかったです。始まる前にずっとジョークが飛んでたので、なんか音楽一家に生まれたわけではない。母の都合でイタリアに暮らしていた4歳の時バイオリンに出会った。夢中で練習し、初めて出たコンクールで優勝。15歳でドイツの名門ケルン音楽大学に学ぶ。世界的指揮者ズービン・メータも彼女の才能に惚れ込んだ。16歳、バイオリニストの登竜門パガニーニ国際音楽コンクール。史上最年少での優勝だった。だが演奏の難しさで知られるパガニーニを弾きこなした少女には、絶えず技巧派という形容詞がつきまとった。音楽ってどうしても人間が作るものだし、ただ上手に弾くんだったら機械でもできるから、そうじゃなくてやっぱり何か感じたり感じさせたりするっていうのはやっぱり人間だからだと思うし。ドイツからフランスに拠点を移したのは2年前。探し求めていたのは自分の感性を触発してくれる環境だった。少しでも時間があれば図書館や美術館を巡り歩く。この日訪ねたのはロマン主義美術館。19世紀あまたの芸術家たちが集ったというサロンがそのまま美術館になっている。作曲家ショパンもその一人。学芸員の女性とはもう顔なじみだった。ここに眠る資料は庄司にとって宝物。お目当ては200年近く前無名の画家が残した楽譜だった。先生マヌスクリプト、そうです。いきなり没頭していた。ちょっと今ご用意しよう。旋律をたどり、作曲者の心模様に思いを馳せる。芸術を愛する学芸員は庄司が飛び抜けた才能を持つバイオリニストだということを知っていた。Il commence à jouer. Est-ce que c'est pas un peu effrayant? Le public dit que c'est un virtuoso, c'est un winner de concours Paganini, donc.Technique, mais je prends pas la musique comme à montrer moi comme un bon technicien. 目指すのは聴く者の心を揺さぶる音楽。私にとってすごくある意味一番
自由に使える言語だから、だから何をってはっきり言葉で言うとすごく限定されちゃって、なんて説明しても説明できない感情とか情景とか、あるいは何かそういう空気だったり匂いだったり、そういう最後の文章が見つかんない。全ての答えは彼女が奏でる音楽の中にある、そういうことだ。